悪意のない投資詐欺ですねこれはだと思いますけどね、<え>投資詐欺、まあ、そうなってしまうような気もするし、なんかな、一口70万で180万の収益が出ますってチラシを出されてるじゃないですか、はいか普通の小感覚から言うと、これはやばいチラシなんですね、投資で70万投資したら1年後に180万になりますみたいな、うんそ、そんなことないんですよ、基本的には。利回りかから10とか そんな何パーですかごいそうやってまあなんかうんまあ実際利用者が増えれば増えるほど売り上げは上がるのでまだ今、はい、まあ谷本さんがおっしゃった通りその根拠をすべて添えないとなんだろうな、まあ、このビジネスモデルといいこのチラシといいそのまあこれ投資いただいた場合あのとりあえず店舗用に5台は仕入れてとりあえずお貸してもらう でそれでど売上のテストマーケティングを我々虎のお金でするってことですよね、はい、そうですねそもそも僕これ破綻してると思ってて、はい、あのなんていうか生活に困ったおじさんが適当に持ってきたアイデアみたいな感じでしか見えてないんですよね 店舗さんが空いてるスペースで0円で導入して、はい、まあお金がチャリンチャリン入りますと利用されたら、はい、それはわかるんですよ。はい、ただその店舗さんがそのマッサージチェア利用が多い場所なんだったらば、はい、これ自分でマッサージチェア買った方がいいじゃん、それでお金取った方がいいじゃんってなって解約して自分でマッサージチェア買って終わりじゃないですかまあそうなんですけど、はい 一応リースで一応3年縛りということになるのでその間はこれちょっと質問なんですけど、はい、本当にご自身で事業計画を書かれたっていうことで間違ってないですよねそうですねはいこのマッサージチェアをやるに至った経緯みたいなのってなんか他で誰かがそう言ったからとかそういうのではないんですかいやそういううういいいいはななななくてててこういう関わっったた仕事は、まあ、昔かかからしたいなと思っててなかなかやれずに 今まで来たんですけど、まあ最後、まあここの力借りてやれたらいいなともに。今モーちゃんがその質問したのは、はい、実はこうお金借りている方が。 のトライってお前700万ぐらい取っとこいみたいなっていうのをちょっと想像できてしまってあとこのチラシがですねあのオールグッドとかちょっとあの今お話聞いてる感じん、ね、そうそう,なん,かこうなんか別の方が書いてるようなうそうなんですよ志願者さんとイメージが結びつかないからなんか裏に何かそういう、うん、あそういうのは全くないですないんですか、ね、はい。すぐ教えてほしいんですけど、はい、そもそもこの700万を、まあ、融資と投資選べるじゃないですか、はい、今回投資にした理由を教えてもらっていいですか 融資やったら返さないといけませんよね。あ,あ、融資でもよかったんですけど、やっぱりあの、投資にした方が利益出たら。それほんまに言ってます僕なんか今まで話してて、<laughs> い<や>自信ないから、失敗した時に返さんでいいから投資っていうふうにしか聞こえてないんですけど。<laughs> いや、それはない、ないですよ。はい、逆にどこにこれは勝率あります勝、うん、つ、勝、うん、つポイント教えて,てください。この事業で。勝率。まあ一応、もう、 設置するお店さえ探して設置すればもう。それをさえって言うんやったら、はい。調べて記載すればよかったんちゃいますか事前に。ここ来る前に。できますよね、そんな。まあ、ここ来た後に、決まってから、そこから営業行くつもりだったんですけどね。うん。の何の根拠もなくて、<laughs> はい、僕たちはあなたのどこを信用、信頼すればいいんですか <laughs> 過去になんか偉大な実績が、 あるとかマッサージチャーについたこういう部分ですごい優れてるとか地元でめちゃめちゃすごいネットワークがあるとか何もそういう武器がなしにここに来てこのアイデア一本でどこを信頼すればいいんですかまあそれは信頼してもらうしかないんですけどね <laughs> まあちょっと言葉選び難しいんですけどまあ大先輩なんでね年齢的にもはい、はい、まともな経営者同士の会話というかこうタイガーファンディングを始められる状態じゃない気がするんですけど まあど,どうしたらいいかっ、ね、<う>僕、正直困ったます、今。志願に至った経緯のところで、入院中にかなり令和の虎を拝見いたしましたって書いてるじゃないですか。はい、ってことはいろんな、まあ、オールになった志願者さんも、ナッシングになった方も見てきたわけですよね。そうですね。ここに出てこられてるってことは、ご自身がオールになる可能性が高いと思ってきてるわけでしょ。はいな。どこに勝率があるんですかっていう、さっきの質問答えてもらってないんですけど。勝率はもう、頑張って営業するしかないですね。設置してくれるお店探しですね。うん 感じの返答になっちゃうんで、ね、詰めてもちょっといいですか僕、あの、モモさん僕バカらしいんで退席します。なんかこのレベルで来ていいんだっていうふうに、令和の虎が思われちゃうの嫌なんで、僕はちょっと放棄します、今回は。なんか時間もったいなくて、普通にえ上,上杉さんにはこれやったりビジネス新しくやるんじゃなくて、働いてほしいなって思いました。すいません、先失礼します。 いや、というより、本人は多分、悪意ないと思うんですよ。か先月も同じ展開だったと思うんですけど、やっぱりその、ちょっと、モノリスさんのめ面談。これは、ま、ちょっと、投資が利回り270%みたいなのは、ご本人がその面談の時に普通だったとはいえ、見るからにやばいプランだと思うんですけど、ご本人も多分悪意があってやってきたわけじゃなくて、なんか、まあ、能力値だったりとかいろいろあって、それがなんか、晒し上げみたいになっちゃうんです。もしこれ、ね、あの、ナッスになって、 大工業は続けるんですか違うことをやるんですかこれがオールになっても大工はやります。そんなふざけんなって話でしょ僕らからお金700万自己資金ゼロでやいながら、大工でやってって言ったら、その時間分はそっちの仕事に奪われるわけでしょまあ、それ夜ですから、昼間は昼間で,で。いつ寝るんですかあなたは。寝ずに生きれるんですか いや、寝るまあ、2 3時間は寝れますのでそれじゃまた病気とかしますって絶対そもそも700はもらっといてもまた中途半端な代行もやりながらこっちもこっちが軌道、まあ、乗,乗ればその大工のほうはあの社員雇ってそちらやってもらおうかなとは思ってますこの事業計画でいくともう2ヶ月目で軌道乗ってますよねそうですねうこれならない事業計画ですか オールになったら他にも投資したいという方が結構出てくるかなとは思っていました。何を根拠にそう考えるんですか。すごい甘いお考えですね。そうですね。甘いですかね。いや甘すぎでしょう。本当に。もうこれは投資ってなってるので、よりまあその辺シビアに見られてると思うんですけど、あ<ー>まあお金を借りるとか融資とかっていうふうに考え直すことはない。はい ああまあ、それは融資でもいいんですけど、ね、融資でもと,言うと、はいってもうそもそも500万借金持ってる人ですよ、ね、ここに700万借りたら1200万になるわけでしょないですね返せる人やったらそもそも500万返してますやんでこれで出すのが逆に虎が格好悪くなると思うんですよちゃいますあなたを地獄に突き落とすわけですよだって僕たちが絶対いけないと思ってる事業なんで、まあ、私はいけると思ってるんですけどねん,なんかうんいけるというかなんか<う>いや逆それやったら逆にはい 1> 1台だだけ購入させてていいただいてみたいな形のプランで持ってきたとしたらいいじゃないですかそれでこんだけの結果出した暁にこうまた来ますみたいな感じの方がいいと思うけど何のデータもないから行けると思うとかたられ場の話ばっかりじゃないですかまあ行けるというかそれはもう責任を持ってやります責任って何ですか投資家さん まあ、一般の,この投資している方のやっぱりマイナスにならないようにすれば私が責任を持って営業がじゃあ営業するっていうのは導入店舗を作ることですよねでその導入店舗自体の売上が上がらなかったら投資家さんは結果として被害者になってしまうわけじゃないですかでそうならないようにそうやったらせめて先ほど、はい、じゃ温泉のところでどれぐらいの売上が上がってるんですかっていうのも回答できて当たり前と思うんですよ 温泉であればこんだけ集客されていらっしゃってその中おおむねおそらく何パーセントぐらい使っていらっしゃるからこんだけの累計上がってましたっていうデータがあったとしたらまだわかるんですよ。うん、それもしてないのになんか被害者生まないように自分が頑張りますとか、まあ、言葉の説得力ゼロですよね。まあ温泉だったらそうですね月一日に一年あたり五六千円は上がると思うんですけどね。だからそれは根拠ないでしょっていう話なんですよ。 今考えると適当に答えてる、ね、い私が言って実際使ってるのをお客さんがいっぱい座って見てる感じでまあだからそれを一日じゃカ,カウントしたんですか一日温泉に座ってカウントしてそれはしてないですけどしてないと責任を取ってないと思うんですよ言葉に今5 6千上がると思います理由は見たからですっていう言葉の責任を持ててないと思うんですよまあそうなんですけどねうんまあまあ 温泉で5 6千円だとしてじゃあパチンコ店とかスーパーとおっしゃってましたっけスーパーっていうかまあ大型スーパーですねショッピングモールとかいう感じのショッピングモールに営業行って導入できる自信あるんですかありますはいなぜな,なぜっていうかもう、まあ、それはもう僕らでも、はい、例えば大型ショッピングモールにこんなんやりたいんですって営業行ってできる確率ってすごい低いんですよはいその中で上杉さんが自信がある理由を教えてください <laughs> なぜ行けるんですか上杉さんやったら今はそこには置いてないからですねそれが理由ですかまあ置いてないし他のやっぱり店舗さんとかも置いてて実績上がってるのででもね大金 自社でできないいと思いま,すまあそれはできると思いますけどでそこらのマーケティング能力ってすごいんですよ、はい、他店調査絶対してるんで売り上げ上がると思ったら自社で絶対されてますって置いてないには置いてないの理由があるんですよねそこをないからいけますとかっていうのが、まあ、年長者の方にこの言うの失礼かもしれないですけどほんまにバカですよそれ本気で言ってるんやったらうんそうですかね <laughs> まあ、正論でこれ以上殴っても、なんかもう、ちょっと、その前段階の方だと思うんで、今日は優しいですね。いや、ちょっと、や,や,や,やばいでしょ、<laughs> だから、詐欺だけしないように、いや、けどこれはもう、逆にもこのビジネス、諦めてもらうぐらい、こてんぱにした方がいいんじゃないかなって、中途半端に終わっちゃうと、いや、もう、詐欺する力もないと思うんで、もう、責任取れとおっしゃったじゃないですか、はい、でその責任取り方は営業頑張れとおっしゃったじゃないですか。はい、いや他の 店舗からまた70万取って、そのお金でなんか補填していくってことですよね。いや。他のところで営業して70万取って、損させてしまった人に補填するってことですかね、その責任を取るということは。いや、だから売り上げが立ちそうなところを選んで、その投資。だから損させてしまった場合どうするんですか、はい、それは刺さないです。ん刺しません。刺せないはい。でまあ、でも、実際導入してみたら、思ってたよりも、売り上げ立たなくて損させちゃってるって状態になった時に、<laughs> 責任を取るっておっしゃったのは、どう責任取られるんですかうちの取り分ゼロにして、でも、それは。じゃあ、売り上げゼロでしたってなったときは、はい、うん、まあ、最初に行ったと思うんですけど、店舗にマッサージ機積んで行って、1週間だけでもお貸してくれという感じで営業して、でそこで売り上げがこれぐらい経つというのが1週間で置けば分かると思うんですよ。 でそこで売り上げが立ちそうなところに投資家さんに投資してもらって置いてもらうという形で増やしていきたいなとは理屈分かるんですけど、うんはい、理屈通りにいかないことって世の中たくさんあるんですねで損をさせてしまったこの利回りに170パー出ますって言ってでも全然そうじゃないじゃないかってなってしまった時にそうならないようにごめんなさい、はい、そうならないようにって話もやめてください、はい、そうなった時に責任を取るっておっしゃったのが危険な発言だということです ならないようにするのは分かります。ならないように頑張るのも分かるんですけど、頑張った上で、なってしまうこともあるじゃないですか。でなってしまうことに対して、迂闊に責任を取るっておっしゃらない方がいいんじゃないかってことです。だから、上杉さんはそういうふうな形で、まあ、悪意はないけれども、まあ、我々のことも、だまそうとしたとも捉えられちゃうんですね。だまそうとしたというか、まあ、嘘というか、言ってることとやることが変わっちゃうんですよ。そういうふうに、売上30%って書いてあって、仮にこれに同意してお金出したときに、いや、利益の30%ですみたいな。 投資家裁量とか、施設の方とも、多分、まあビジネスに対する知見の浅さだったりとか、投資というものの相場感のなさでもあり、ながら、うん、無自覚な詐欺を働いてしまう可能性があるんで、やめられた方がいいんじゃないかなと思いま,すまた極めつけは、ご自身の自己資金ゼロで、トラに全部700万出させてるのに、<laughs> 利益の30%しか配当しないということですよね、ご自身は利益の70%取られるということですよね。逆の立場出しますこんな 答えてくださいよ。出しますか出すなら、僕なんか事業プラン持っていくのに出してくださいよ、逆に。一応、まあ、書いてると思うんですけど。いや、早く答えてくださいよ。出しますかって聞いてすます、あ、出しますね、私が出してください、ほんなら。今はないですから、出せませんけど。言葉の発言が全然ね、軽すぎるんですよ。僕ももう、いっは。もう終わりませんか終わらないと、僕も出ます。いろいろと面談してて、考えることはあるんですけど、うん こういう人もありなんですよ。分かってもらえないのかもわかんないんですけど、こういう人が出てきた時に、何が正しくて何が間違っていて、こういうことには絶対乗っちゃいけないよとかっていうことも含めて、やっぱやることも、タイガーファンディングではありかなって思っていて、言い訳じゃないですよ。な、なんか、 こういうのを全部切ってしまうと、うん、結局は普通なごく普通のまともなもんばっかりになってくるんですよね。うん、で、その中でコミュニケーションが優秀なものがオールになり、そうじゃないものがナッシングになるだけ。まあ、大変失礼ながら僕とほぼ近いようなお年の方で、このレベルでこんなこと言ってきてみたいなのも現実あるんですよね。どこまでなのかっていう、そのグラデーションが、 難しいなと思ってます。はい、正直、その、これも、ちょっとご本人の前で、ちょっと言いづらいんですけど、さすがに詐欺、詐欺案件すぎて、はい、なんかこう、ちょっとダメな人がいて、それがこう、虎から叩かれてっていうのが、まあ、YouTube に出ることによって、これはダメだよねっていうのが、視聴者に伝わるっていうのは確かに社会意義あると思うんですけど、なんかちょ、ちょっと、一線超えてんじゃないのかなっていうのが、個人的な感想でした。なんか、ご本人も相当恥をかきすぎるというか。優秀ととかかそうじゃなないとか関係なく まあ、岩井さんがおっしゃった通り、こういう会は、令和の虎には必要やと思います。まあ、その理由はやっぱり、安易に経営始めようとか、思っている方々が、例えばこの会を見たときに、あ そういうふうに考えないと経営ってしちゃいけないんだとか、ちゃんと調査しないといけないんだっていう気づきにもつながると思いますし、ただご本人さんとしてはね、あのこの話はずっと残ってしまうので、場合によってはデジタルタトゥーとかなってしまうかもしれませんが、それってもうご自身が志願されてることやから、もう覚悟の上やと僕たち思って対応させていただいてるんですね。はいはい、そういう意味で岩井さんがおっしゃってることは僕は同意できますし、立ちたいけど立たない。最後まで付き合いたいなっていうのはあったんで、はい。 論理は同意するんですよ。論理は同意するけど、うん、その、ライン引きが、うん、だからまあ、今までされてた事業っていうのがね、こういう。チラシを作っこともなかったんでね。l i 引きが、はい、僕もそうだし、皆さんもそうなんだけど、経営者じゃないですか。うん、もうこの面談をしてる人間たちが経営者じゃないっていうのが、大きな問題なのかもわかんないですよ。そうですね。まあ、かといって経営者をそこにアサインするわけにもいかないですもんね。そうなんですよ。 だから令和の虎はおもろいんじゃないですか僕は思いますいや僕もおもろいんですけど、うん、見方によっては自分が虎に座ってない時にこういう方の回の方が僕は楽しい見ててただ自分が虎に座って時はどうすればいいかわかんないですよねみたいな感じになっちゃうのは正直あります <laughs> でもやっぱり僕らは止めなきゃいけないんですよこういう人をうんまあそれをんかこう全国に晒していいレベルの人と晒しちゃダメなレベルの人が いるとは思っていてす,すごい失礼になっちゃうんですけど上杉さんは僕はさらさらかわいしそうな方だなと思いましたま悪意ないっておっしゃってますからねだやっぱこの場に来ると僕らもガチで言うしかなくなっちゃうんでガチで正論で詰めにいくじゃないですか実際上杉さんがした時に僕たち年下なわけじゃないですか、はい、トラといえど正直腹立たないですかなんやあいつ大阪弁のやつむかつくなみたいな感じで思わないですかいや腹は立ちませんけどまだちょっと 甘かったのかなって自分で、まあ。まだちょっとじゃなくて、だいぶ甘すぎて、はい、あの本当に言葉選ばず言ったら、こんなん事業でも何でもない。だから絶対にやってほしくないですよ。先ほど、桐原さんとか青ちゃんとか、こういう違う提案で、まあお金使わずにって言ってましたけど、それすらやめてほしいです。今、まだ代行で、少なからず生活できてるんやったら、そこだけして、あと年金取れるまで、そこまで頑張ってもらった方が、僕はあなたの人生いいと思うし、こんなんやっちゃうとまた借金膨れ上がっちゃうだけやから、 別に厳しく言ってるんじゃなくて逆にこれが愛があると思ってもらいたいですね。マジで事業こんな愛に始めたらに始めたらダメです。<い>だからみんな失敗してるんですよ。10年間で経営続化の確率ってすごい低いにしてますよね。はい、そういう方ってこういうふうに愛に始めるから終わって当然なんですよで。僕たちが継続してるのってきちんと考えていろんな調査してやってるから今この席にも座ってると思ってるし、だからこそ先ほど岩井さんがおっしゃった通り止めないといけないんですよ。うん、やめてください。 なんか、谷本さんがそういうふうに、こう、上杉さんが詰めるのって、まあ、こう、この場にいる僕らは、その、愛というか、止めなきゃいけないっていうので詰めてるのはわかるし、で、こういう、上杉さんがこの場にいるのも、レオナトラとして、まあ、こういうのがあるよっていう実を視聴者にしていただくっていう正義があるのも、僕はそのつもりでやってきてるんですけど、なんか、最近のコメント欄見てると、全然それは伝わってない。なんか、やばい人を、あえて、止め、面談で止めずに、 やばい人を晒し上げてみんなで詰めて再生回数を稼いでるみたいな風に視聴者に伝わってるのが気に食わなくてなんかこの状況変えたいなと思うんですよねその僕らはそういう気持ちでやってるけど全然視聴者に伝わってないし場合によってはなんか志願者が勝手に病気扱いされて勝手に障害者扱いされてで虎が叩く材料にされてみたいなその志願者にとっても絶対良くないしなんか僕らが意図してることと視聴者に伝わっていることが 全然ずれてるって嫌だなと思います。いや、本当にあの難しいのは、例えば、事前面談の中で、こうやって詰められないので、うん、上杉さんは。だから、その詰められた時に対する返答が、面談の時分からないじゃないですか。うん、でも、詰めて初めて、彼の返答がは、何言ってんのこの人ってなるわけですよ。うん、だから、普通の会話では、こうならないんですよ。うん、だから、面談を通るんですよ。 うん、分かりますかね、僕の言ってるのは、もう何度もこの議論が出て、何度も同じ話を伺って、僕もスキル獲得版をやってて、岩井さんのお気持ちはめちゃくちゃ分かるんですけど、この話で何度も令和のトラで出てるのに、何度も視聴、うん、者、絶対に理解してくんないんで、本当にあの、何回やっても多分面談ではこれはクリアできないです、うん、きっと。極論すれば、僕がやらないと。うん、はい そうなっちゃうと、逆に面白くなくなるような気がするんですよね、チャンネルとして。うん、逆にまあ、青ちゃんはコメント欄の方は分かってほしいって言うけど、僕はなんからこれでいろんな賛否が起こってて、うん、まあ、うん、それを例えばみんなで居酒屋で見ながら、こうなんか好きかっていうのもまた一つの要求というかな、ね、うん、楽しみの方の一つかなっていうので、そこはまあ、一つそれぞれあると思うんですよ。いや、なんか分かるんですけど、最近、 変ななれてたじゃないですかで志願者が病気じゃないのに病気だって言われてた最低なことが起きてるんで、うん、もういい加減この状況変わってほしいな上杉さんに関しては本当に人が足らないから無理やり出したとかということではなくてこれも現実なんだなっていううまく言えないですけど俺。うん うん、僕はいいと思いますよ、はい、こういう方も世の中に実際いて、うんはい、多分実際、ね何も、何も考えては言わないですけども、はい、まあ安易な気持ちで起業して、実際ダメだった人って、多分数え切れない子らい世の中いるので、親密性があって、リアルガチでいいんじゃないかなと思います、うん、逆ににすすごく僕は勉強になりますね、うんはい、62年間生きてきて、こんな感じでまた、多分悩まれてて、焦ってるんだと思うんですよ。 狭心症もされてて、はいで、借金も500万あるから、何とかして、もう人生最後のチャンスにかけて,て考えてきていると思うんですけども、だこういう話もリアルガチでもちろん優秀な方、そうでない方はたくさんおられると思いますけども、これが本当の令和の虎でいいんじゃないでしょうか最近な、でもそのコメント欄が変わってきて、前の視聴者はそれを勉強だと思って見てくれたんですけど、最近なんか、いじめだとかいう人が増えてきて。 伝わんんねねええかなななと思ってます伝、うん、伝わん伝わんねえなみたいなまあ伝わる方には伝わると思いますあの僕たちがいくら劇まあシッターをしたとしても、うん、それは虎の愛だって思ってくれる方もいると思うしやっぱりまあどんな思いを持ってやってもやっぱり言う方は言うと思うしそれはねこんだけ大きなチャンネルだったら仕方がないってある種思わないといけない部分はあるけどひど、うん、いものはもう統制していてもらわないとじゃあ、えー、最後は言ずついただきたいんですけれども青笹社長うーんまあその 詐欺だけはしないように。気をつけてください,い。詐欺のつもりでは来てないので。それが一番怖いんですよ。はい。じゃあ本当にそれが一番怖いんだって。はい。あなた今言葉、返す言葉で、はい、いや、詐欺のつもりはありませんって言ってるじゃないですか。はい。それが、普通に見,見たときに、詐欺に見えちゃうから言ってるんだよ。<の>それを軽く、いや、詐欺のつもりないって言ってるあなたが一番怖いの。それを考えた方がいいよ。はい。はい。 はい。あの、僕、基本的にその方の良さをなるべく伸ばしていきたいなと思ってるんですよ。9割ダメで1割良くてもそこをどうやって伸ばしていこうかなって考えて行動するタイプなんですけども、今回ごめんなさい。あんまり良い,いとこは残念ながら一つも見つからなくて、はい。あの、厳しいことばっかりで申し訳ございませんでした。このオールになったとしても、大工業を続けていきたいとおっしゃられているので、僕は皆さんと同意見で、これは進めるべきではないんじゃないかなと思ってますので、ぜひ大工業の方、 頑張っていただければと思いますあとはあの健康を気をつけていただいて、はい、少しでも長生きしていただきたいと思ってます、はい、最後一言<あ>感想をお願いいたします、はい、本日はトラドの皆さまお時間いただきましてありがとうございましたこのプランでいけるかなと本当に思ってきたんですけどやっぱりまだまだこういう考えが甘かったなというの実感しましたこれからまあ堅実に今やっている事業の方とマッサージの一代からでも 頑張ってやっていきたいと思ってますので、ありがとうございました。ややられるということですかね。あ、はい。あ、これは投資家さんはもう入れずにうち<あ>の方でもう出資して置いてもらってっていう感じで。はい。はい、ということで、はい、今回は残念でした。お疲れ様でした。はい、はい。ありがとうございます。